ということで、この更衣室とトイレの施設でしたね。一応入っといてよかったな。よいしょ。で、ここにあのテニスコートがあるんでしょう。あそこになんか網が、金網があるんで、その向こう側がテニスコートなんでしょうね、きっと。もうでも雑草に埋め尽くされちゃって見る影もないけど、アスファルトの間間に雑草や松の木も生えてるわ、テニスコートに。テニスコートの間に松の木が生えてくるの。もうほんと10年20年放置するとこんな風になるんだな。うん、はい、ということで、まあ見れるところ見れたからよかったかな、よかったかなって感じです。まあでもこんな山奥に結構ね、人里離れた場所にあるテニスクラブなんで、あそこにはベンチがある。離れたところにあるテニスコートなんてなかなか来る人いないですよね。歩くのも時間結構かかるし、あーだからそのためのこのレストハウスだったのか、テニス遊びに来た人たちのためのレストハウスなのかよくわかんないけど、まあ昔はいろいろあったんでしょう、この辺も。ということで今回の探索はこれで終わりたいと思います。取材班高千でした。また次回。使って飲んでいいのかな。